はい、じゃあ3人目ということで泰造綾瀬から2人とは違って、まあ実際に自分たちがどういうふうな作業をしているのか、それとまあ収穫祭ということなので、自分がこの1年間で何を得たのかっていうのをまあ中心に話していきたいなと思います。じゃあよろしくお願いします。まあ、まずは簡単な自己紹介から。まあ、名前は読んでの通り綾瀬泰造と言って、まあアイコンはまあこんな可愛い感じで、はい、やっております。で、まあ統合テレビ制作部で生物科学科の所属でっていうのは、まあ前の2人と同じってことになります。そして、まあ、まあ廃人ではないと。で、まあ、まあちょっと事情がありまして、今日の朝に新しい iPad を買いにわざわざ銀座に昨日の夜11時半から並んで行ったところ、まあ非常にまあ徹夜明けで非常に疲弊をしておりまして、まあなんかこうボンミスとかあればご容赦願いたいなと思っております。まあ私事で恐縮ですが、まあちょっとその話をまあ銀座のアップルストアに行って、まあ新しい iPad をこんな箱に入ったものを買ってきたわけです。で、まあ開けてみました。まあ嬉しいですね。まあ長年欲しかったものが手に入ってとても嬉しい私です。で、まあみんなで喜んだっていう、まあこれが午前中の経緯です。まあ本題に戻りましょう。で、まあそれで非常に疲れております。で、まあ統合テレビがどうやってどういう作業をもとに作られているのかっていうのを話していきたいなと思います。まあ統合テレビを作るにはまず動画を撮影して、それを編集するっていう作業が必要なんですけど、それはこのテックスミスさんが出ているあのカムタジア7っていうソフトで行っております。このカムタジア7で何ができるか、まあ、さっきもちょっと言いましたけれども、動画の録画ができる、そして動画の編集ができる、そして動画のエンコードもできる、そしてよくクラッシュすると、そういうことになっております。まあよくこのクラッシュに悩まされているのが統合テレビ制作班ではありますが、まあその苦労はカムタジア落ちたというハッシュタグをたまに覗いていただければわかると思います。それでは今まで作った動画たちがそんな感じでこれだけあるわけですね。と一番下を見ますと、統合テレビの作り方インカムタジアスタジオ7というのがありますんで、まあ詳しい話はウェブで実際の作り方を見てみてください。で、この統合テレビの制作を通じて制作者が得られるものっていうのを、まあ自分なりに、まあ自分が得たものですね、それを考えてみました。まずいろいろなウェブツールを使うことになりますので、それに触れることができます。そしてテレビですから人に伝えるものですから、説明をしなくちゃいけません。その説明をする技術が身につきます。でそれに伴って副産物としてなんかプレゼンも作りやすくなるという、実は今日10年ぶりなんですけどプレゼンを作るの、まあ、割とサクサクテレビを作る要領でやったら作れまして、まあそういう副産物もあるのかなと思います。で、まあ突然のクラッシュに強くなる、まあ主に精神的な方にクラッシュに強くなるんです。はい。で、まあそれで RA さん随時募集しておりますので、それのお誘いということで RA として入ってくると何が嬉しいかっていうのをまず話してみたいと思います。で、興味がある人、まあここには内部の人しかいないですけど、まあ見ている人が興味がある場合、なんかもしかしたらこういうことを思うかもしれません。プログラミングとかバイオインフォマティクス知らないんだけど大丈夫ですか？まあそれは全く大丈夫なんですね。はい。で、私の牧場に入った時点でのプログラミング歴が0年0ヶ月。全く情報科学、バイオインフォマティクス、全く何もわからないという状態で入ってきました。で、それでは今の、ツイッターのプロフィールですね、これは。で、これはちょっと見てみると、こんなことが書いてあります。R と Ruby 勉強中なんてことが書いてあります。はい。1年前は本当に何もわからなかったので、どうしてこうなったのか。なきっかけは統合牧場でやった仕事なんですね。統合牧場で統合テレビを上げるときに使う、アップロードは、まあ、マウスだけではできないような作業になっていまして、こういうコマンドラインから操作するようになります。でもちろんそのプログラミングは4月当時ゼロ経験ゼロでしたから、
このコマンドの意味なんかさっぱりわからなかったっていうのが当時の私ですが、まあこのコマンドの意味を一つ一つこう説明していただいて、その時にまあ分かったことは、あれ思ってたよりも分かるんじゃないっていう、一つ一つのコマンドの意味がちゃんと分かれば、まあつまりちゃんと勉強すればっていう意味なんですけれどもちゃんと勉強すれば分かるんじゃないかと思って、まあなかなかなんなかなかいや情報科学に興味を持ち始めたわけです。それでまあ統計の勉強も兼ねて R の勉強を始めたわけですね。で今ではこの R で簡単なプログラミングをすることにもするまでになっています。はい。でそれの実例として統合テレビの講演会の動画の話をしたいと思います。統合テレビの講演会の動画がありますけれども、これにはまあスライドがついているんですね。スライドが付属していまして、このスライドをクリックするとその場面から再生できるという機能があります。で、これをまあ実現するのはまあこういうふうなことを書かなくちゃいけないんですが、これをまあ前に仕事をこうやるんだよっていうふうに教わったときには、スライドが表示される時間と内容をメモ。で、先ほどの書式で手動入力。手動入力でサイトに貼り付けるという、めんどくさい、いかにもめんどくさい、だこういう単純な作業はパソコンにやらせなきゃいかんじゃないかと思って、まあ R でこういう表を作ったものからこっちのさっきの書式で出力するようなコードを書いちゃったわけです。まあこれがこれでも本当に1年前はプログラミングの経験なんか一つもないっていう人の、まあ、1年間の成長だと思ってください。でまあそのきっかけは統合牧場での仕事だったんで、1年ちょっと前までは情報科学なんかも別に自分何も知らないから将来何も関係ないだろうと思ってたんですけれども、今では楽しい Ruby という本を非常に楽しんで読んでいるという、もう何が何やらよくわからない1年前とは全く経験想像がつかないような現在になっております。だから牧場のアルバイトが何かのきっかけになって、それで自分が成長するかもしれないということもあり得るわけですね。で実際そうなった人が今ここで喋っているわけです。はい。でまあ本当にきっかけはどこに落ちているかわからないものです。でそれで RA の勧めということで、バイオインフォマティクスに興味がある、テレビ作ってみたい、いろいろなバイオ系のツール使いたい、まあ、とにかくやってみたい、新しいことを始められたい、新しいことを始めてみたいみたいな人は、まあ、RA は随時募集しておりますので、ぜひとも見学に来てくださいという宣伝です。以上です。これ私の1年間の成果ということで発表終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。